コニタン、コニタン、某有名野党政治家のコニタン、下手に名前を出すと名誉毀損で訴えてくるかもしれない。コニタン、最近変な文書出して話題になってる。コニタン、まあ、何やってんだよ、どうしちゃったんだよ、めちゃめちゃ心配だよ。お前さ、てっちゃんにさ、あのてっちゃんな、ちんさんだっけ、てっちゃんだっけ忘れたけど、なんかだいぶそそのかされたんじゃない、これやったらさ出世できるよとか ね、お前これやったらお前すごいぞお前と、な、天下取れるぞとか言っておだてられちゃったのかな。もうちょっと文章内紙よく読めばよかったと思うんだけど、やっちゃったね。うん、あの文書ね、まああのマスコミはね、まあ基本的にお前の味方だからさ、うん、なんか全然違う論点でお前のまあなんていうの、追い風、追い風、忖度、追い風、うん、なんかあの放送法の趣旨歪めてさ、変更報道でお前のことを応援してくれてんだけど、俺すげえ心配なんだよお前のことが。だってさ、お前のとこ昔あの有名なガセメールやってんじゃん、あん時もさ確かマスコミすげえ追い風だったんだよね。だけどさ、あれガセメールだってバレた瞬間にすげえ手のひら返しでさ、あれやった当人もね、最後は非常に不幸な形になっちゃったよね。うわ涙出しちゃった、本当に本当にかわいそうね。あれやった人はあれだっけ、財務省出身の人だったっけね。まあ今回は総務省らしいんだけど、まあコニタンさ、この間の小笠原局長、あいつとんだ食わせもんだな。うん、いやもうすげえ心配だってさ、上司の関与を経て文書化って言っちゃったじゃん国会で、あんな余計なこと言いやがってさ、あれ言わなきゃごまかせたのにな、惜しかったよな本当はコニタンな、あれ言っちゃったんだよあいつがさ、上司の関与を経てとか言ったらさ、お前そいつが書き換えたってバレバレだろ、お前噛んじゃったよ俺今、そいつが書き換えたってバレバレじゃんそんなこと言ったら、上司が書き換えたんだよあんなもん、言ってねえんだよ多分、多分ね、多分っていうかもうほぼ間違いなく言ってねえんだよ。もうほらだっていろんなさ官僚経験者の人が言ってんじゃん、あの手のメモさ相手方に確認しないととんでもねえ曲解嘘800書いてあるってさ、そういうのももともといっぱいあったんだって、その中の一つなんだって。だからさお前さ、あの文書ゲットした時にさ、ちゃんと誰が書いたのかな、それか書かれた相手に確認してそいつからチェックもらってんのかって、これほら仕事の基本じゃんな、あの IT ベンダーとかさね、普通に経験あればさ仕事の基本じゃんな、要件定義するときはさちゃんと議事録作ってね、ね、クライアントのハンコもらってね、それで初めていやこれ作れって言われたんで作ったんでコストかかったんでお金払ってくださいって言えるんだよな。お前それさ、こういうふうに言われました、ああいうふうに言われますって書いてあるやつさ、これ書いてあるかもしんねえけど相手から確認取ってないんだからそれでお前請求したら逆に訴えられちゃうよ、大丈夫なの、ほんと心配。いやもうこれ完全に詰んだなとか思ってんだけど、まあね幸いさマスコミはまだ変更報道でね後押ししてくれてるから、まあ、お前もうちょっと頑張ってもいいんだけどさ、これちょっとかなり筋悪いなと思ってんだ、うん、やっぱあの小笠原局長の上司の関与を経て決定的だったな、まあその上司が書き換えたんだよ、うん、まあほらまずいな、うん、まあなんかさコニタンいつもさああいう感じでね、あの古い文章を出してはさ変更報道だとかね、報道の自由への介入だとか憲法違反だとかさ、まあいろいろ言ってさ、まあ最後空中殺法使ったりな、お前なかなか愉快なやつだとは思うんだけど、まあ、そろそろさね、もう中堅社員なんだからさ、もうちょっと落ち着いてな、うん、こうなんていうの、こうお前の会社のためになることやった方がいいんじゃね、うん、あ会社じゃねえのかお前の所属してる組織はな、うん、あの非営利組織なのかもしんないけどさ、もうちょっとお前なんていうの、こう中堅らしい落ち着きっていうかさ、
まあ、いつまでもその爆弾男みたいなね売りでやってんのももう厳しいと思うんだ。ダイナマイトキッドだってさ、やっぱ最後ああいう形で不幸なことになっちゃったから、お前もさダイナマイトキッドとかデイビーボイスミスみたいにならないことを俺は祈ってんだけど、お前ひょっとしてさストレス溜まってんだろな。あまあ確かにね、あっちの界隈左に巻いてる方の人たちね、同調圧力異常だもんな。寛容性ないしさ、ちょっとでも自分たちと違うこと言うとさ、ねえうわーって言って、お前はなんとかしつこだーとか言って言ってくるもんな。大変だよな。お前ストレス溜まってんの分かる。まあその中でさ頑張ってないと裏切り者扱いされちゃうって、それね分かるよ分かる。某山荘でもねそういうことだってね、激烈に総括されちゃった人たちもいるぐらいだからさ、まあそっちの界隈大変だよな。お前さちょっとストレス解消した方がいいんじゃん。俺と一緒にミッド打ちでもするかな。ワンツーワンツー行政文書ガセメールみたいな感じでさやってさね、もうちょっとてっちゃん見かしてやろうよな。お前のその爆弾男ぶりだったらさ、この爆発力でね、この右ストレート爆発力で ね、これで天下取れんじゃねえかなと、目指せ政権交代みたいな感じでやったらいいんじゃないかなと思ったよ。まあ幸いさ永田町の近くには俺の店ファイトビット六本木あるんで、まあいいよ2ヶ月無料でいいよ。とりあえず試しにやってみようかな、俺と一緒にミット打ち な。そしてできればさミット打ちの世界チャンピオン目指そうぜ。